藤井聡太二冠に勝つことがいかに大変かがわかる一局将棋の第6期、秋田王戦主催株式会社藤河本戦トーナメント二回戦。長瀬拓也王座、藤井聡太二冠戦が5月31日に東京都、シャトーアメーバで行われました。研究パートナーとして知られている両者の対決は138手で、 藤井聡太二冠が勝利、ベスト4に進出し、来期の本戦シード権を獲得しました。本局、序盤からペースを握ったのは長瀬王座でした。長瀬王座は角代わり模様の出だしから、角道を閉じて岩儀を目指す駒組みを進めます。藤井聡太二冠が威力のまま、 腰掛け銀に構え、六五歩と先行してきたのに対し、六八飛と回って防戦。この飛車回りはほぼノータイムで刺されており、長瀬王座の深い研究が伺えます。飛車まで使われてしっかりと受けられると、すぐに攻めつぶすのは困難。藤井聡太二冠は元気に構え、 玉を囲います。長瀬王座はも元気に囲い始めますが、やはり違和感があるのが6、8の飛車。まるでこの飛車を金銀で囲っているようです。中盤になると、長瀬王座の金銀がほぐれていき、飛車が自由になりました。そして49手目。飛車が本来の配置である二八に帰還します。 あの違和感のあった飛車周りは、後手の仕掛けを封じておいて、自陣の整備を進め、万全の構えになったら、飛車を攻めに再活用するという狙いの手だったのです。本格的な戦いが始まった局面は、互角の形成ながら持ち時間に大きく差がついていました。持ち時間3時間のうち、半分残している、 長瀬王座に対し、藤井聡太二冠は50分弱しか残っていません。長瀬王座の容易周到なゲームプラン通りに対局が進行していきました。形勢はきっ抗しつつも、常に長瀬王座がリードしたまま局面は終盤へと突入します。先に持ち時間を使い切ったのは、 当然中盤までで多く時間を使っていた藤井聡太二冠です。しかし、持ち時間が少ない中、差を広げられていないのが藤井聡太二冠のすごいところ。藤井聡太二冠の逆転劇はこれまで数多く見てきましたが、大体が不利になってもピタリと相手を追走して、終盤で一気に抜き去るというものです。 やがて、長瀬王座も持ち時間を使い切り、両者一分将棋になります。長瀬王座は、藤井里志太霊野に厳しく迫っていき、藤井里志太霊野は、偶然の1下、日、長瀬王座としてはあと、一押し、というところでわずかな監視を指してしまいました。それが三七 k という手。 この手が監守だったとわかるのは、アベマの中継で AI の評価値が示されていたからです。それがなければ、もちろん筆者にはこの手が監守だとわかりませんでしたし、ほとんどの方がそうだったのではないでしょうか。藤井聡太二冠の守りの横まである馬取りに、桂を打った自然な三七系が罠だったとは、 実はこの局面に至るまで、藤井聡太二冠は AI が示す最善手を全て指してきたわけではありませんでした。この局面が本局で最も形勢が離れていた場面で、37系に変えて16系と打っていれば長瀬、大座が調整だったようです。しかしながら、この37系を打たせるために、 藤井聡太二冠はあえてこの局面に誘導したのではと疑うのは考えすぎでしょうか終盤における人間にとっての形成判断と AI が示す形成判断は別物。そのように理解しているとしか思えない逆転劇がこれまでもいくつもあったのは皆さんご存知の通りでしょう。37K によって形成が 互角になりました。しかし流れは完全に藤井聡太二冠に傾いています。その数手後に流瀬王座に再びミスがあり、流瀬玉に即罪みが生じました。これを逃す藤井聡太二冠ではありません。最後は内部詰めの反則を回避する詰め将棋のような桂ツラスを放って、 長瀬玉を打ち取りました。この勝利で、藤井聡太二冠は、ベスト4に進出。豊島正幸明を、竜王との5番勝負まで、あと2勝としています。まだ昨日早い話ですが、豊島竜王は、藤井聡太二冠が持つ王位の挑戦者のため、ダブルタイトルマッチが実現するかもしれません。竜王戦でも、 藤井聡太二冠は勝ち残っているので、トリプルも。藤井聡太二冠の準決勝の対戦相手は、丸山忠久球団です。丸山球団は、前期竜王戦決勝トーナメントで、藤井聡太二冠を破っており、藤井聡太二冠は、強敵との対局が続きます。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。